皆さんこんにちは、みさとです。ここは今回宿泊させていただいた愛媛県松山市のホテル太平さん本館の最上階に北道後温泉からの壁湯の露天風呂があり、昨夜は温泉に浸かってゆったりリフレッシュすることができました。バースデー切符の旅も3日目で最終日、今日は松山市内を巡ります。まず昨夜も乗った伊予鉄市内電車で一旦 JR 松山駅へ、大きめの荷物を駅のコインロッカーに預けるために向かいます。小町駅を出発すると乗っている市内電車が高浜線の線路を横断していきます。JR 松山駅に着きました。駅の西側にあるコインロッカーへ荷物を預けます。昔はこの辺り貨物ホームがあったような雰囲気ですね。また伊予鉄の市内電車に乗っています。市電が踏切を待ちをしている珍しい風景、先ほども平面交差した高浜線の電車を待っています。踏切が開くと平面交差を通過する時の音も珍しいですね。しばらく伊予鉄の市内電車に揺られていきます。レトロな大きな建物は愛媛県庁舎本館、1929年完成と昭和の初め頃の建築物、見学もできるようなので松山観光に加えても面白そうですね。近い近い、気がつけば後続の電車が後ろに迫ってました。ここは上市番停留所で、後ろの電車はこの先で分岐して違う行き先へ向かう電車でした。JR 松山駅から25分、伊予鉄市内電車の終点道後温泉駅に到着です。明治の雰囲気が色濃く残る駅舎の道後温泉駅から商店街を歩いて数分で道後温泉本館に着きます。ところが前衛アート作品みたいな壁があって本館が見当たりません。ここに神社仏閣を思わせるような本館があるのですが、実は現在保存修理工事中とのことで裏側に回ると営業していました。ただゴールデンウィークで入浴客が多く、整理券の配布がありました。女性は15分ほどの待ち時間で入れましたが、男性は今からだと夜の10時になると聞こえてきました。男性にすごい人気なんでしょうか。15分ほど周囲を歩いたりして本館へ無事入場しました。今回入浴できた玉の湯は真ん中に湯船があり、壁には銅版画がありました。泉質はアルカリ性単純泉で、肌に優しい滑らかな湯。この四角旅、ありき詰めだったり立ちっぱなしが多かったんですけど、昨日今日と2日続けての道後温泉入浴で旅の疲れがだいぶ癒されました。温泉から上がって駅に戻ると、来た時よりもすごい人で、やっぱり道後温泉人気ですね。ちょうど駅には坊ちゃん列車が入線したところでした。切符は満席で乗れなかったのですけどね。次に乗る市電は四角いけど新しい感じ。今回の旅ではほとんど新しい電車ばかりに乗った気がします。先ほどはまだ朝早い時間で空いていましたが、この電車は立ち過去も出るほどの混み具合で発車。道後温泉駅から12分の大街道停留所で下車。11時過ぎでちょっと早めですがお昼にします。大街道の駅から松山ロープウェイ商店街を少し入ったところにある宇和島鯛めしの元山3号店さん。宇和島鯛めしとは、宇和島の近海で獲れたマダイの刺身を卵、醤油、だしを混ぜたタレにつけ、ご飯に乗せて食べる宇和島地方の郷土料理です。松山の鯛めしとはまた別だそうです。宇和島鯛めし、鯛が新鮮でとても美味しかったですよ。お腹も乱されたので次の目的地へ。松山に何度か来ていながらまだ訪れていなかった松山城に向かいます。
松山城は標高132メートルの城山山頂に本丸があります。なのでお城に行くにはちょっとした山登りになるので、ロープウェイとリフトがあります。私はリフトに乗りました。リフトはスキーをしていた頃以来なので何年ぶりだろう。リフトは必ず座っていられるので楽です。下には歩きでも登れる道が見えます。スピードはロープウェイの方が速いんですね。たまにブザーが鳴って止まるところがリフトの醍醐味です。6分ほどで長者が乗る駅に着きました。そこから天守までさらに歩いて10分かかります。温泉に2度入って4日目の旅の疲れを癒したつもりが、階段はやっぱり足取りが重かったりしますね。こんな山の上にあって、さらにこんな高い石垣があって、このお城を攻めるのはかなり大変だなと思いました。少しずつ登りながら何度かくねくね曲がって筒井門に着くと、松山の街を見渡すことができます。こちらは本丸広場、ようやく天守が見えてきました。天守前のチケット売り場で天守観覧券520円を購入します。入っていくと、ここにも敵にたやすく侵入できないよう、いくつもの門と鍵型のルートで入っていきます。筋金門の横には、入ってくる敵を槍や鉄砲で狙い撃つ様がありました。天守の中に入りました。ここは2階からの眺め。こちらは最上階の3階。松山ってほんとビルが多くて都会だなって思います。道後温泉方面を見ていますが、どこが温泉だかわからない。瀬戸内海の方、後で Google マップを見たら、ダッシュ島というのがありました。あのダッシュ島です。松山からまっすぐ西の瀬戸内海にあるのですね。多分この島で合ってると思います。松山城を堪能したので下山します。長者が鳴る駅まで戻ると、伊予柑ソフトに心を奪われました。愛媛に来たら食べないとですね。帰りはロープウェイのつもりでしたが、リフトにしました。結構混んでたので。足元の言葉の力、6分間の退屈しのぎにいいかもしれません。リフトも降りて、大街道の停留所まで戻り、伊予鉄の市内電車で JR の駅に向かいます。駅は右側の車窓だったので見えませんでしたが、電車から松山城のお堀が見えますね。次は JR 松山駅前。コインロッカーの荷物を回収すると、JR 松山駅では今治観光大使のバリーさんが待ち受けていました。いえ、もう帰るんですけどね。バースデー切符は JR 四国の小島までしか使えないので、小島から先の JR 西日本の切符をここで受け取りました。乗車する列車は16時27分発潮風26号岡山行き。1日足らずの滞在でしたが、充実の岡山の旅でした。宇和島からの特急宇和海がやってきて、これから私が乗る特急潮風26号も入線。松山駅を4分ほど遅れて発車。高架駅への工事中の松山駅、地上駅の姿を見るのはこれが最後かも。岡山まで2時間44分の長い時間をグリーン車の大きなゆったりとした座席で過ごします。グリーン車は岡山行きだと一番後ろなので、こんな景色をすぐ見ることができます。松山から東の湯山線も海岸沿いを走るので、ところどころ瀬戸内海を望む車窓になります。今日は特急潮風26号岡山行きをご利用くださいましてありがとうございます。次は乳川に停まります。新居浜駅に停車中です。コンテナが見えるので、ここには貨物列車の発着がありますね。観音寺駅です。すでに愛媛県を離れ香川県に入っています。
この潮風26号に使われている8000系電車もカーブを速く走るための堀越式車両です。車体の大きな傾きが海の見え方の変化でわかりますね。高知方面へ行く土山線の線路が見えてくると多度津駅、宇多津駅では加古松へ向かう特急石槌号が見えました。宇多津を出るとデルタ線を通って瀬戸大橋線に入ります。時刻は18時半を過ぎ、だいぶ暗くなってきました。瀬戸大橋も渡り終えて小島駅、この駅から JR 西日本の駅です。岡山地区で見られる黄色い電車が見えました。まもなく終点岡山です。お出口は左ということで、岡山に到着。余裕を持って40分ほどの乗り換え時間でのぞみ194号に乗り継ぎ、新大阪へ向かったのでした。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。